大変、寒い毎日が続いております。いつも花市の頃が一番寒いと言われておりますが、今が一番寒いということで、こんな寒い、ね、お忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。寒いとはいえど、この日差しも春めいてまいりまして、光の中に、まあ、今日この頃の日本の景気の回復を思わせるような春の日差しを感じる今日この頃でございます。増渕康弘議員は日頃粉骨砕身頑張って活動しておりますが、なかなか日頃講演会の皆様お一人お一人のお忙しさまではお伺いするには至っておりません。今日のような新春の集いに皆さん講演会ご一同様お集まりいただきましたので、増渕議員にお声をかけていただきまして、また今日お集まりの講演会の皆様仲間でございますので、皆さんで楽しくご歓談いただきまして、これからの増渕康弘講演会、これからの夢を希望を語り合いたいと思います。今日は楽しくご歓談ください。本当に今日はありがとうございます。それではただいまから増渕康弘講演会新春の集いを開会いたします。本日はどうもありがとうございます。